喧嘩を取るなおっさん。さあ行くか。どうした。昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ。ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り。そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。
お？おい。おい。おい。え？おい。
ん？ありがとうございました。ねえ、おい。いや、はあ、おい。ああ？はあ？おい。何？行きましょう。おい。ん？あ？ほら！行くで！
せがって、時間食っちまった。着いたわ。おい。ん？はあ。あん？時間食っちまった。
行きましょう。ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の矢蓋は5八馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で矢蓋は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、矢蓋はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。矢蓋は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。
りゃクリスマスの夜やった。クリスマス、お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジドにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど、本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう、キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン、当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？急所が外れて、わしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらって、こうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は、神言派のボス。その後、ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ヒゲを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。
人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。会長の居場所を言え。派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。